皆様おはようございます。それではお時間になりましたので、本日のパワーポイント講座ですね、始めてまいりたいと思います。オデッセイコミュニケーションズの横田と申します。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、講座に入る前に少しだけですね、オデッセイコミュニケーションズのサービスについてご紹介をさせていただきますので、ではこちらですね、画面の方をご覧ください。こちらですね、オデッセイコミュニケーションズの、企業サイトになっております。ご覧いただいたことがある方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。はい、でこちらの中でですね、本日はこちらの運営サイトというページを使いまして、オデッセイコミュニケーションズがご提供しているサービスをご紹介していきたいと思います。はい、まずここに書いてありますように、国際的な IT 資格試験を実施運営しているのがオデッセイコミュニケーションズのサービスになります。皆様の中にもこの中のですね、MOS 試験や IC3、VBA エキスパートなどですね、資格を取得いただいたことがある方もいらっしゃるかと思います。こういった試験ですね、すべてパソコン上で行う CBT という資格試験になっております。でこちらの試験のことはご存知である方、取得されているという方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。たくさんの方ですね、取得いただいているようですので、でこちらのですね、資格試験に関しましてはもうご存知の方多いと思いますので、本日はですね、弊社が昨年よりですね、新しくサービスをスタートしましたオデッセイ CBT について簡単にご紹介したいと思います。こちらはですね、先ほども申し上げましたパソコン上で行う資格試験、この CBT ですね、この資格試験のですね、配信サービスを実は昨年からですね、弊社でスタートをしております。試験システムですね。でそのシステム上でやっている試験がこちらにありますコンタクトセンター検定試験とレールズ技術者認定試験という試験になります。こちらの資格はですね、まだですね、あまりご存じないという方多いかと思いますので、簡単にご紹介していきます。コンタクトセンター検定試験はこちらですね、もう書いてあります通り、お電話でのお問い合わせなどの対応をするコールセンターですね、そういったところで働く方たちの専門スキルを評価する試験となっております。現在はですね、いろいろなコンタクトセンターで働いている方がご受験いただいておりますけれども、電話対応ってどんな業務でも必要なことがあると思います。そういった方にもですね、勉強になる資格試験となっておりますので、もしご興味ある方ですね、あと新しく入社された方の研修などにもご利用いただけるかと思いますので、ぜひこちらのサイトもご覧いただきたいと思います。であともう一つ、レールズ技術者認定試験、なんとなく名前を聞くとすごく難しそうなんですけれども、こちらの Ruby というですね、開発言語を使った、業務をされている方の専門知識を問う資格試験になっております。ただ、Ruby と言われてもなんか綺麗な宝石の、女性の場合だとイメージされるかもしれませんけれども、そうではなくですね、開発言語になっております。でただ皆さん実はこの Ruby を使ったですね、ホームページご覧になっている方多いと思います。女性の場合ですとお料理のサイト、クックパッドご存知ですか。あちらですね、実はこの Ruby という言語で作っているサイトになります。であとはいろいろなですね、飲食店情報とかですね、そういったものをですね、掲載している食べログなどでもこの Ruby を使っているというふうに言われています。ですので、ああいったですね、ホームページのビジネスをされている企業などではこういったですね、Ruby の資格ですね、専門知識を持っている方が重用されているという形になります。まだまだですね、昨年からスタートしたばかりのですね、資格試験になりますけれども、今後もこういったですね、試験システムを使っていろいろなですね、資格試験の配信をしていきたいと思っております。ですね、こういった資格試験をですね、実際に受けていただけるのがこちらにございますオデッセイテスティングセンターになります。この後ろにちょうどなりますけれども、こちら試験会場になっております。資格試験、今ご紹介した MOS やですね、コンタクトセンター検定試験、レールズ認定技術者試験などですね、そういった資格試験をほぼ毎日実施しておりますので、もしよろしければですね、試験に興味があってお勉強したら、こちらのテストセンターご利用いただければと思います。はい、あとそれ以外ですね、弊社ではこちらの青天やモーグーといった IT をですね、実際に使われている方への情報支援サイトの方もご用意しております。こちらはですね、ちょっとお時間があるときに覗いていただくと、ちょっとしたスキルアップに役立つ情報多く載っておりますので、ぜひ、今日のお昼休みなどですね、お時間ありましたら覗いていただければと思います。このオデッセイコミュニケーションズのサイトの中の、この運営サイトの中
ぜひですね、一度覗いてみていただければ幸いです。はい、ではですね、あまりですね、この説明にお時間かかっていても本題に入れなくなってしまいますので、ではこの後ですね、パワーポイントの講座に移ってまいりたいと思います。では講師はですね、この後中村に帰りますので、ゆっくりと確認をしていってください。失礼いたします。おはようございます。それでは本日パワーポイントの講座担当いたします、オデッセイコミュニケーションズの中村と申しますので、どうぞよろしくお願いいたします。でまずお手元の資料なんですけれども、プレゼンテーションテクニックと書かれました A4 の紙ですね、こちら1枚お手元にご準備をしてください。でもし本日の内容で必要がございましたら、ご自由にメモなどをお取りいただければと思います。それではですね、この後、操作もちょっと含まれますので大変失礼なんですけれども、着席でご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。これ、パワーポイントですね、すでに使っていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、あとこれからですね、ご利用しようと考えていらっしゃる方、いらっしゃるかと思います。でまずパワーポイントなんですけれども、こちらプレゼンテーション資料を作成するときに便利なツールの一つとなっております。で他にも例えばポスターの作成ですとか、ポップの作成とか、あとは座席表とか組織図とか、そういったもので使われる場合なんていうのもあるんですけれども、本日は一から作成をするというところではなくて、プレゼンテーション用の資料を作るときに知っておいていただくと、便利ですよといういくつかのテクニックをお話ししていきたいと思います。でまずですね、パワーポイントの機能に入る前にちょっと考えていただきたいのが、プレゼンテーションの目的なんですね。プレゼンテーションって何のために行うのかというところをちょっと考えていきたいと思います。プレゼンと言いますと、まずそうですね、大きなところだと例えば新商品が発売されてその発表会を行うとか、あとは何か新しいプロジェクトが発足して企画の提案をするとか、あとそういった大々的なものじゃなくても、そうですね、月例の売上の報告を営業さんが行うとか、そういったのもプレゼンになります。でどんなプレゼンであっても必ずですね、目的がありまして、まず一つが情報を分かりやすく伝える。でさらにその情報を伝えたことによって聞き手ですね、相手の方に理解をしてもらう、もしくは説得する、こういった部分が一番重要になってきます。でその上でそれぞれの目的を達成する。例えば新商品とかでしたら、この商品いいなと思ってもらって契約に結びつけるですとか、あとは、何か企画の提案でしたら、じゃあその提案でいきましょうということで上司に承認をしてもらったり、あと月例の報告とかでもただ報告するだけでしたら資料をお渡しするだけでいいですよね。集まって話をする必要はないです。集まって話をするっていうところには必ず目的がありますので、例えば現状の問題点をみんなで理解してもらって、これからの改善策を把握するとか、そういった目的っていうのが必ず必要になります。では、情報を伝えて理解してもらって目的を達成するまでにパワーポイントがどんな役割を果たすのかというと、やはり口頭だけで説明をするとどうしても聞き漏らしてしまったりですとか、分かりにくい点ってありますので、その補足資料としてプレゼンをする人が、補足的に使う資料としてプレゼンの資料があると考えていただきたいと思います。ということで本日の内容なんですけれども、お時間も限られておりますのでポイントを5つに絞ってお話をしてまいります。ですね、お渡ししているところにもポイント12345というふうに書かれてますので合わせてご覧ください。はい、ではですね、まず1つ目のポイントから見ていきたいと思います。見やすい文章というタイトルをつけてみたんですけれども、必ずプレゼン資料の中には文字の入力って含まれてきます。では今から1枚スライドをお見せしますので、どのように感じるかというのをちょっとですね、見ていただきたいと思います。
まず文字入力のポイントとして、一つ目なんですけれども、どうしても情報を伝えたいことをすべて入力してしまうということが多いので、そうすると文字数が多くなってしまって、パッと見て判断ができなくなってしまう、なんていうふうに説明が始まったとしますよね。そうすると今皆さんですね、こちらのスライドを突然見せられて、で説明が始まってしまった、おそらくですね、あれどこ見ていいのかなとか、なんか言ってることと書いてあること大体同じだけれども、どうしたらいいのかな、一瞬戸惑われたと思うんですね。で少なからずともそうやって少し戸惑いを与えてしまったということは、その時間お話ししている内容というのを集中してもらえないんですね。話をする立場からすると、あどこ見ればいいのかな、そういうふうに考えさせないような、文字の書き方、文章の作り方というのも必要になってきます。ではこちらちょっと修正したものを次にお見せします。今同じ内容なんですね。ちょっと一つ前戻りますね。情報を3つ記載していました。これをキーワードとなる言葉だけにまとめたのがこちらの B と書かれた方のスライドになります。そうすると例えば1つ目、情報を詰め込みすぎないなんていうところで話を始めても、パッと見て判断できますので、聞いている方も安心して聞くことができるんですね。ではまず1つ目のところで、情報を詰め込みすぎないというのは、今のような文章がバーッと書かれているとどうしても見ている人っていうのは読みたくなってしまったりもしますので、そういったところでキーワードとなる言葉だけ入力していただくといいですよというのがこちらの1点目になります。あと2点目なんですけれども、文字は見える大きさで、とあと細いフォントも避けましょうなんて書いてあるんですけれども、今見ていただいているちょうどひし形の箇条書きのところですね、文字は見える大きさでと書かれている部分、こちらは28ポイントの大きさで実は作成されています。でその下の細いフォントは避ける工夫も必要なんていうところは今24ポイントで作成してあるんですね。で28とか24というのが、じゃあそれが必ずしも適しているかというとケースバイケースでして、例えば今スクリーンから皆様のお席までの距離ですね、このくらいの距離ですと十分見える大きさかなとは思います。ただこれがもうちょっと大きな会場になってきてしまったりすると、もう少し大きい文字の方が見えやすかったりということもありますし、あとキーワードだけにしましょうと言ってもどうしても入力しなければいけない文章というのがあるかと思いますので、それによって文字の大きさというのはちょっと変わってくるのかなとは思います。ただ、そうですね、20ポイント以下になってしまいますとスクリーン上ではほぼ読むことが難しくなってしまいますので、それは避けた方がいいですね。あと先ほどのスライドに一旦戻します。こちらのスライドが読みにくい原因というのが、実は文章の部分 MS 明朝で作成してるんですね。で明朝体というのは横線の部分が細いタイプのフォントになりますので、ちょっとスクリーンに映した時には見えづらくなってしまいます。じゃあもう一度 B のスライドに戻してみます。こちらはゴシック体を使用しています。ゴシック体というのは横線と縦線どちらも同じ太さの文字になりますので、スクリーンに映す時には見やすいんじゃないかなというところですね。あと3点目のところに適度な空間を持たせましょうなんていう記載もしてあるんですけれども、文章を読みやすくするためには行間、間隔ですね、こちらも工夫をしていただきたいと思います。では今見ていただいている B のスライド、もう一つお見せします。こちらですね、これ記載されている内容、それからフォントサイズやフォント、このあたりは全く同じです。もう一回 B に戻します。失礼しました。こちらですね、何が違うかってお気づきかなと思うんですけれども、それぞれの大きな箇条書きですね、文字は見える大きさでというところと適度な空間を持たせるなんていう部分の上のところが少し間隔が空けてあるんですね。こうすることでまとまりが
どことどこがまとまりのある文章なのかというのが把握しやすくなってきます。ではちょっとこちらのですね、今間隔を空ける操作につきまして、実際の操作画面上でお見せしたいと思います。では今画面ですね、パワーポイントの編集の状態に切り替えました。で通常行の間隔を空けるときなんですけれども、こういったプレースホルダーですね、今箇条書きが入っているプレースホルダーを選んだんですが、上のリボンのところ行間なんていうのがありまして、ここで間隔を空けることができます。ただこちらの行間だけを使ってしまいますと、全てが等間隔で空いてしまいますので、先ほどの全部等間隔のパターンですね、こちらの C のようなタイプになってしまう。じゃあどうしたらいいかというところなんですけれども、例えばこちらの文字は見える大きさでというところですね、この上のところ少し開けたいなというときには、文字は見える大きさでという行にカーソル置きます。そこで上のリボンのところ、段落のダイアログボックスを開いていきます。そうしますと、こちらの先ほどボタンでお見せした行間というのは、このダイアログボックスのこちらですね、行間のところ、ここで設定できるんですけれども、それ以外にも間隔というところ、段落前、段落後というのがあります。でこの段落前というのは、今カーソルを置いているのが文字は見える大きさでという部分でした。この段落の前、上ですね、上を開けたいという時なので、今回はこの上のところに、実はちょっと見えづらいと思うんですけれども、24ポイントって入ってるんですね。だいたい24ポイントくらいの文字が入るくらいの大きさ、上開けますよというような設定をしてあります。でこのようにですね、同じ箇条書きの単位で少し間を空けていただくと、さらに読みやすい文章にすることができます。では文字の入力についてのポイントは以上となります。では続いてポイントの2つ目としまして、グラフの編集についてお話をしていきます。ではまたサンプルスライド用意してありますので、また次のスライドを見てどのように思われるか、ちょっとご覧ください。こちらには今回ですね、各商品別の売上推移グラフというのを用意してみました。見方としては、まず左側の縦軸、こちらが金額ですね。で下の横軸、2008年から2011年まで、でそれぞれの折れ線グラフは商品 A から商品 E までを表しています。でこのグラフで何が言いたかったのかと言いますと、商品 A、オレンジ色の線になるんですけれども、商品 A が2009年から2011年まで急激に伸びていますよというのをアピールしたいというグラフなんですね。でここまで説明をすれば、あ、なるほどねというふうに見えるかなと思うんですけれども、ちょっとこれだと弱いですね。ではどうするか、もう一つお見せします。はい、こちら内容は同じなんですけれども、先ほどは、商品 A から商品 E、 実は5つの商品について載せていたんですが、商品 A が急激に伸びたということを表したいのであれば、主力の3商品だけに限定して見せてもいいんじゃないか。そうすることでちょっとすっきりさせることができます。さらに商品 B、 商品 C は、横ばいなのでそれほど重要ではない。今回は商品 A に注目をさせたいということで、折れ線の色にもちょっと工夫してあるんですね。見せたいものは赤で強調しています。それ以外のものは青で、どちらも青なんですけれども、濃淡をつけて表現をしてみています。こういった出し方をすると、より、伝えたい部分というのが強調されるんじゃないかなということですね。
ではですね、こちらのグラフ、ちょっと作り方ですね、簡単に前のスクリーンでご紹介したいと思います。こちらが元のごちゃごちゃっとしていたグラフなんですけれども、これ今回どのような編集作業を行ったか、ちょっと操作をしてみたいと思います。まずはグラフを選びます。で、今回ですね、商品 D と商品 E は下の方ね、あまり売上が伸びていなかったりですとか、ちょっとグラフの邪魔になるなということで、この2つの商品はデータから除きたいんですね。そこでリボンのところですね、グラフツールデザインというところの中にデータの編集というのがあります。で、このデータの編集というところをクリックすると、 Excel の、はい、こういった画面ですね、 Excel のような画面が出てきます。で、今回商品 D と商品 E は範囲から外したいので、ちょっと見づらいんですけれども、周りに青い枠がついていて、右下に小さい四角があります。ここマウスポイント合わせてドラッグすると、もうこれで左側のグラフ見ると D と E がデータから外れたこと分かりますよね。こんな形で商品を主力3商品に絞ってみました。で、さらに規定値の色合いですね、使ってしまいますと、どれが今回お話で注目してもらいたい商品なのかわからないということで、さらに、デザインの中からグラフのスタイルですね、今回こちらでブルーのものを選んでみました。これはどれを選ぶかというのはその時によって選んでいただければと思うんですけれども、そうすると全体的にブルーの濃淡でつけられているものですね、こちらに切り替わります。ただこのままでは商品 A がどれだか全く分からなくなってしまいますので、そこで商品 A、 今これ折れ線グラフのところをクリックで選択してみたんですけれども、商品 A を選んでこの部分の書式を変えていきます。今回はグラフツールの書式というところから選択対象の書式設定なんていうボタンが左側の方にありますので、こちらからちょっとやってみます。そうすると線の色ですね、線の色をどうするか、今回は赤い色を選んでみます。で、線だけ変わっても実は今の状態マーカーの部分が青のままなんですね。ですのでこれではかっこ悪いですので、マーカーの塗りつぶし、こちらも塗りつぶしを赤い色に変えておきます。そうすると A の商品が分かりやすくなってくると思うんですね。で、もう一つ今回、さらに強調させるために、商品 A は過去2年で急激な売上増加なんていう吹き出しの図形を作ってみたんですけれども、こちらもせっかく線の色を赤にしたんでしたら赤系にまとめてあげると関連性がさらに強調されるかと思います。そこで、今回ですね、描画ツールの中にある図形のスタイルというところでデザインを選んでみたいと思います。あまり赤すぎてもどうかなっていうのもありますけれども、この中からいろいろとデザインも選べますので、今回はこんな感じでどうでしょうか。そうすると何を強調したいのかというところがより顕著に表すことができるかと思います。今回折れ線グラフでご紹介したんですけれども、もちろん縦棒グラフですとか円グラフですとか、そういったものでも同じような設定って活用できるかと思います。はい、ではグラフについては以上となります。続きましてポイントの3番目としまして、デザインの設定ですね、行っていきます。ではデザインも工夫といいますか必要かなと思うんですけれども、今回は、ですね、割と白っぽいデザインを選んでみたんですけれども、色合いというのは例えば
お話をする内容ですとか、あとは聞き手のが女性なのか男性なのかとか、年齢層ですとか、そういったものによってちょっと色合いとかも工夫していただくといいのかなと思うんですけれども、今回こちらでお話ししたいのはデザインにつきましては、一枚一枚のスライドで何か編集をしていくんじゃなくて、スライドマスターというところで統一をさせるといいですよという部分なんですね。一枚一枚変えてしまいますと手間がかかるというだけではなくて、例えば一枚だけちょっとずれてしまうとか、そういったことも考えられます。でちょっとずれてしまったり、一枚だけずれてしまったりしていると、やはり見ている方としては、なんかあそこずれてたなとか、ちょっとあまりいい印象は与えないかと思いますので、そのあたりをお見せしたいと思います。じゃあまずスライドマスターってどんなものなのかというのをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ一旦ですね、スライドショーは終了します。では今回タイトル部分、各スライドのタイトル部分はこちらですね、オレンジ色っぽい文字で書かれていまして、左側に寄っていることを一応覚えておいてください。では他のスライドもまとめてタイトル部分の文字、今回ちょっと青字にしてみて右側に配置をするなんていう作業をしてみたいと思います。ではリボンの中、表示タブからスライドマスターというのが左側の方にあります。スライドマスターというのをクリックすると、今出てきたものがスライドのデザイン大元のものになるんですね。各デザインの元です。左側にたくさんスライドが出ているんですけれども、全部のまとめとなっているのが一番上のスライドです。スライドマスターです。では一番上のスライドマスターを選んで、こちらですね、マスタータイトルの書式設定と書かれているこちらのプレースホルダー、こちらの文字の色をちょっと変えてみたいと思います。今回分かりやすいように青色にしてみます。そしてさらに変わったことがより分かるように右ぞろえにしてみます。ではこれでどのように変わったか、マスタの表示を閉じてみます。そうすると元のデータに戻ってきたときにタイトルの位置、色変わってますよね。で他のスライド、例えばさっきグラフで使ったスライドとかをお見せしても、やはりタイトルの位置変わっています。今回このデザインはちょっとどうかなと思うんですけれども、こういった形でですね、まとめて変更できるのがスライドマスターというものになりますので、こちらの使い方などはぜひ覚えていただくとよろしいかと思います。でちょっとこちら元にデザインを戻しておきたいと思います。はい、あとですね、失礼しました。あと2点目として、スライドごとに背景の変更が可能という記載をあえてさせていただいたんですけれども、実際にはスライドごとに背景の色を変えるというのはあまり良くないですね。統一感がなくなってしまいますので良くないです。で今回何がお見せしたいかといいますと、今見ていただいているのはちょっとデザインが変わっています。でこちらのデザインについては、全体的に暗いイメージ、黒っぽいイメージのものなんですけれども、斜線が後ろに背景として入っているんですね。あと右下の方にも斜線が入っています。でこういった斜線が入っているデザインをどうしても使いたいという時に、ただ折れ線グラフでこのデザインってなると線と重なってしまってちょっと見えづらくなってしまうと思うんですね。そういった場合にはこの斜線の部分だけを非表示にすることができますよというのをご紹介してみます。はい、ではこのデザインですね、斜線の部分だけ消したいという時なんですけれども、リボンのデザインタブの中、右側の方に背景というのがあります。背景のダイアログボックス開いていただきますと、上の方にですね、背景グラフィックを表示しないというチェックボックスがあります。
こちらチェックをつけると、実はもうこの時点で後ろのスライドですね、ご覧いただくとデザインから斜線が消えたんですね。もう一回ちょっとチェック戻してみます。消えますよね。で、今の設定を全てのスライドに反映させたいときには全てに適用なんですけれども、今回は今見ていただいているスライドだけに反映したいということで、このままダイアログボックス閉じると、このスライドだけデザインをちょっといじるなんていうこともできますので、そういった工夫をしていただくと、使いたいデザインがあるけれども、ちょっとこのスライドだけは邪魔だなという時に便利かなと思います。ですね、スライド番号の設定なんていうのもちょっと記載をしてみたんですけれども、実際にプレゼンテーションを行うときにスライド番号ってあるとすごく便利なんですね。例えば何枚目のスライドですよって言ったときに番号が書いてないと配布資料があっても探しづらいです。あと例えば質問の、コーナーがあったときに5枚目のスライドの内容について質問させてくださいなんていうふうにも言えますよね。なのでちょっとスライド番号の設定なんていうのも今回せっかくですのでお見せしたいと思います。で、挿入の方法、書式変更、あと開始番号の変更なんていうのをちょっとお話ししていきます。今番号は特に入っていないんですけれども、まず、スライド番号の挿入というのはヘッダー、フッターというところで行っていきます。タブは挿入タブになります。でこの中にヘッダーとフッターというのがありますので、ヘッダーとフッタークリックしてみます。ワードとかエクセルでヘッダーフッター使ってらっしゃる方は随分イメージが違うなと思われるかと思うんですけれども、パワーポイントの場合には何を挿入したいかというのがもう最初からチェックボックスで用意されているんですね。で今下のところにちょっと小さめの文字で見えないかと思うんですけれども、株式会社オデッセイコミュニケーションズというのが各スライドに入っていたのは、こちらフッターというところに実は文字が入力されているからなんですね。で今回スライド番号を入れてみたいので、スライド番号にチェックをつけます。ただし、プレゼン資料というのは一番先頭は表紙になりますので、表紙の部分には番号は入れたくないということであれば、一番下にタイトルスライドに表示しないというのがありますので、こちらチェックをつけて、この状態で全てに適用してみます。どこに入ったのって多分思われると思うんですけれども、実はですね、今小さく右下に入っています。まず挿入はヘッダーとフッターというところでした。で次にですね、こんなにちっちゃいとせっかく入れても意味があまりないですよね。そこで書式変更はスライドマスター、先ほど使った部分ですね、スライドマスターというところで、このスライド番号の大きさをまとめて大きくしてみたいと思います。ではスライドマスターは表示タブからスライドマスタークリックすると出てきました。でこちら大元のデザインになるんですけれども、スライド番号、実はですね、この右下にこちらシャープの文字が書かれているんですが、この部分がスライド番号の部分になります。あとは文字の大きさ、普通にですね、ホームタブのフォントのサイズですね、こちらで20ポイントくらいにしてみたいと思います。はい、これでどうなったか確認してみます。そうすると大きくなりましたよね、右下のところですね。他のスライドにもきちんと入っていることがわかります。でちょっとですね、ここでご覧いただきたいのが、今先頭のスライドに戻しました。タイトルのところには表示しないとしましたので、タイトルのところは何も入っていないんですね。で2枚目クリックするといきなり2から始まってしまっている。これ1にしたいですね。そこで1にする方法というのが先ほどですね、よいしょ、失礼しました。
こちらですね、失礼しました。スライド開始番号の変更はページ設定と書いたんですけれども、ページ設定で行うことができます。このあたりはちょっと参考程度に見ていただければと思うんですが、デザインタブの中にページ設定というのがありまして、クリックするとダイアログボックスの中にスライド開始番号というのがあります。これを1となっているところを0に変えてあげるんですね。で、0に変えてあげると、今日は一番先頭のタイトルの部分、表紙の部分が0になりますので、次のスライドが1から開始されるですね。こういった機能とかも知っておくと、プレゼンはさらにしやすくなりますね。結構今操作が、操作手順がいくつかあったのでごちゃごちゃっとしてしまうかなと思うんですけれども、以前見かけたことがあるのが、多分このやり方、今のやり方が分からなかったのかもしれないんですけれども、一枚一枚に図形のテキストボックスありますよね。あれで 1,2,3,4 って自分で全部振ってらした方がいらっしゃったんですね。その気持ちも分からなくもないんですけれども、こういった機能を使えばできますので、ぜひ参考にしてみてください。ではデザインの設定は以上となります。で、次にですね、アニメーションの設定、ポイントの4番目に進みたいと思います。で、アニメーションというのは、スライドショーを実行している時の動きになるんですけれども、動きもですね、ぜひつける意味を考えて設定していただきたいと思います。結構パワーポイント使ってるといろんな動きがありますので、つけると割と楽しかったりはするんですけれども、内容に合っていなかったりですとか、やたらと動きがついてしまいますと、やはりそれはそれで発表する時の邪魔になりますので気をつけてください。そこでこちらのスライド、一番最初にお見せしたプレゼンテーションの目的って何でしょうねというお話をした時のスライドなんですが、いきなりこのスライドですね、ドーンと見せられてしまうと、目的何でしょうねって言った時に考える間もなく答えが出てしまっているんですね。そうするとやはり話をする方としては、最初にちょっと目的を考えてほしいなという意図もありますので、できれば答えの部分隠しておきたいんですね。で、そういった時に動きをつけると効果的です。では今回どんな動きをつけるといいかと言いますと、まず情報を分かりやすく伝えと書かれているこの部分ですね、こちらのプレースホルダークリックをして、アニメーションタブからアニメーションの設定というところで設定ができます。右側に効果の追加というボタンが出てきます。で、この中から開始ですね、開始で、あとはいろいろなですね、動きがこちらに出てくるんですけれども、これは何を選んだらいいかというのは、もうその時の状況によってということになります。例えば今は、スライドインなんていうのを選ぶと、下からスライドして上がってきたんですけれども、下から出てくるというのもどうかなという気はしますので、例えばしました、はい、ちょっと再生してみます。こんな形で出してもいいのかなとは思います。あんまりどこからか飛んできたりとか目立つような動きではなくて、その場で出てくる。で、あとですね、こちらの矢印と目標達成なんていう、目的達成なんていうところにもやはり動きをつけておかないといけませんので、この2つにも設定をしてみます。
設定した内容でスライドショーを実行してみますと、まず目的なんでしょうねなんてお話をして、でこういったことが目的ですよ、でそれによって目的を達成するんですよっていう順番にちょっとお見せするだけで、やはり効果って上がってくると思います。なので必要な場面に必要な動きをつけていただければなと思います。あとこういったグラフとかもそうですね、パッと見せてそれだけというのも、まあ、ありかなとは思うんですけれども、あとはちょっと動きをつけてですね、さらに商品 A の急激な増加をアピールしたいななんていう時には動きをつけるとさらに効果的ですね。ちょっとこちらもせっかくなのでやってみます。グラフを選んでアニメーションの設定、アニメーションの追加の中から開始ですね。で今回はこの中から、そうですね、このストリップというのを選んでみます。で方向が今、左下となっているんですけれども、これ再生するとちょっと向きが逆なんですね。上昇させたいので右上に向かって表示をさせたいということで右上で、さらにですねグラフにつきましては細かい設定ができるようになっていますので、この右側のですね、ウィンドウのところから効果のオプションなんていうのをちょっと選んでいただくと、この中でグラフのアニメーションの設定が細かく設定できるようになっています。で今回動きをつけたいのは実は商品 A だけになります。他の部分は動きをつける必要はない。なのでグループグラフというところを系列別にしてみます。そうすると今度一本一本出てきたんですね。一本一本出てきたんですけれども、他の B とか C については一本一本出す必要もないよということであれば、このあたりはちょっと細かい設定になってしまうんですが、今こちらにですね、いくつか動きの設定をした結果というのが出ているんですけれども、必要ないものに関してはここで動きを削除するということができます。今実はですね商品 A の動きだけ残した状態になっています。ではこれでちょっとお見せします。最初から B と C は出ている状態になっていて、で A だけ後から出す、こういった方法とかもうまく活用していただくといいかなと思います。ですので、アニメーションに関してはですね、やたらと動きをつけるというよりも何を見せたいのか、どんなことを説明したいのかというところで設定を考えていただきたいと思います。では最後のポイントになるんですけれども、便利なキー操作ということで、プレゼンをスムーズに進めるためにはマウス操作だけでなくキー操作もしておくと便利ですよというところを最後にお話ししたいと思います。前のスライドのところにはですね、スクリーンにはそれぞれショートカットのご紹介表で記載しているんですけれども、ちょっと細かくて見づらいかと思います。そこでですね、皆様にお配りしている A4 のお配りした資料ですね、こちらにも同じ内容のものを下にまとめてありますので、詳細はこちらでご確認ください。スライドショーを実行するとき、ファンクションキーの F5 キーを押すとスライドショー最初から実行することができますよとか、あとですね、ぜひ知っておいていただきたいのが、次のスライドとか前のスライドに戻るときのキー操作なんですね。マウスでクリックしてももちろん進むことってできるんですけれども、じゃあ進みすぎちゃったとき、ちょっと前に戻りたいなと思ったときどうするかというと、キー操作が便利です。上向きの矢印キーですとか、あとは左向きの矢印、
このあたり使っていただくと簡単に元に戻すことができますので、セットで覚えていただくといいですね。あのエンターキーとかバックスペースキー、正直ですね、あのキー操作でやるときにはちょっと押しづらいかなと思いますので、まあ、矢印のセットで覚えていただくと一番分かりやすいかなと思います。あとはそうですね、何かあの画面上に記載したいときですね、今回私もですね、何回かこうやって手で指し示してしまったんですけれども、あの手で指せるくらいの距離だったりですとか、指し棒が使える環境だったりすればどこですよというご紹介ができるんですけれども、なかなかそれができない環境という時には、ポイントをペンに変えて書き込むなんていうこともできます。今回あの真ん中のあたりに書いてあるんですけれども、ポイントをペンにするにはコントロール P ですね、コントロールキーを押しながら P のキーを押すとマウスポインターが実はペンに変わります。今こちらを使いました、なんていう風に画面上に書き込むことができます。でこれ使うときにはぜひ合わせて覚えていただきたいのがその下ですね、こちらです、 E のキー、書き込んだ内容をその場で消したいときです。 E を押せば書き込んだ内容を消去できます。どうしてもマウスで書きますのでちょっとずれてしまったりとか間違えて書いてしまったとき、このまま残ってしまうとみっともないですので、E のキーですぐに消せますよ。あと、マウスポインターの形を元に戻したいというときには、こちらですね、コントロール A。コントロールキーを押しながら A のキーを押すと、元の矢印の状態に戻ってきます。プレゼンテーション終了するときですね、スライドショー終了するときにはエスケープキーで終了することもできますので、こういったキー操作ですね、ちょっとしたキー操作はぜひ覚えて使っていただければと思います。ではですね、今回の内容は、ポイント1からポイント5ということで、いくつかピックアップしてのご紹介となりましたけれども、いかがでしたでしょうか。そうですね、あの今回は一から資料を作るというところよりもポイントだけご説明してまいりました。でこういった内容をちょっと詳しく知りたいなですとか、もっとあの作成する時のポイントないのかななんていう時にはですね、ぜひあの一度、モス試験ですとか、そういったあの資格の勉強なんていうのも通じてですね、パワーポイントの勉強をしていただければいいのかなと思います。ではこの後なんですけれども、お渡ししているアンケート、こちらご協力をお願いいたします。でアンケートかけましたら受付までご提出をお願いいたします。でまた本日の講座内容ですとか、その他試験に関するご質問などありましたら、スタッフまでお声掛けください。では早い時間から皆様お集まりいただきましてありがとうございました。では以上で終了となります。